皆さん、こんにちは、サラです、えー。今日はお待ちかねですね。えー、月一回の竹もね占い24弾、二十四段占っていきたいと思います。えー、と竹もね占いねあの。本当に毎回、毎回いいカードになっているので、まあ、このままねあの。続けていこうと思ってやってるんですけど、まあ、先日、広瀬良子さんのダブル不倫の話が出た時に。 ずいぶんね、あのーまあ、佐藤健さんも巻き添えにあったというか、うん、で私は以前に、あのー、佐藤健さんと広末涼子さんのことを占ってほしいって言われた時に占って「この二人はないんじゃない?」っていうことを言ったんですね。うん、でもなんかこう報道を見てると 事実かどうかはわからないけどっていうことを書いてるけどなんかこうまことしやかなねふうに書かれててでまあ私の方にもコメントがね「たけるさんをいい人と言われますけどこれ本当にあった話です」っていうね、まあ、先生が何も知らないだけの話ですよっていうことをコメントでくださってるんですね。 たけるさんが23歳で広末涼子さんが33歳たけるさんが大号泣してアミューズの偉い人に膝をつけて謝った話をもみ消しした話というねまあ私はそのたけるさんと広末涼子を擁護してますがファンは全て分かってますっていうそういうコメントなんですねまあ若気の至りだったんでっていうこととあとはそれを。 理解ししてあげられるのはモネちゃんんかいません私たちは応援しています」っていうね、まあ、そういうコメント頂い,いたんですけど、まあ、私これに関してね何も言えないですね、うんまあ、私はあくまでもそのタロットで占って何もないんじゃないかっていうことをお伝えしてで若気の至りであったかどうかっていうこともねあのそれを 見たた人人目撃した人事実だと言い切れる人がどれだけいてるのかっていうことあとキャンドル・ジュンさんが記者会見で、まあ、広末涼子さんが数年前にも不倫はしたことがあるっておっしゃってましたけど相手がね誰なのかっていうことも言ってなかったでもそれを、まあ、堀エモ門とかねあの、まあ、いろんな方がね佐藤健 っていう風にね決めつけてらっしゃることに対してなんか、ね、どうななんかなって思うんですよね事実であろうがなかろうが私の中ではもうどうでもいいじゃないって思ってるんで今は私は毎月こう竹もねのことをね進展を見ていくためにこう占ってるんでもうその過去のことに関してはもう私には。 言っっってててこなないいで欲しいなって思ってますでもちろんねあの竹もねに関しても事実ではないし私はあくまでもタロットで占ってるだけで、まあ、私が好きでやってるだけでね、まあ、これが本当ですって言ったこともないしだからまあ見たい人は見ていただいたらいいし興味ない人は見なければいいしで、まあ、それと同時にね、まあ、佐藤健さんと他の誰かとかね まあ、聞いてくる方もいらっしゃいますけど以前も言いましたけど私はあの、まあ、竹胸という2人の行く末を見守っていきたいと思っているので佐藤武さんんと他の方の方恋愛に関してを占う気はないんですねもちろんその今度働く細胞で永野芽郁ちゃんと共演するので相性どうですかとか。 まあ来年映画ですか長澤まさみさんと共演ですけど相性どうですかとかね、まあ、そういうことに関してはお受けしますけど交際してませんかとか、まあ、そういうことに関しては占う気がないので、まあ、その辺は了承していただきたいなと思っています。えっ、ー、と竹胸の24段まあここのところちょっと、まあ、先月の23段から24段にかけては まあ、目に見えて何か感じるとかねコメントで何かいただくっていうことが全くなくって広末涼子さんのもうことでもう本当に大騒ぎになってるので、まあ、そこに佐藤健さんの名前が上がってくるっていうぐらいでそうですねあの,、まあそのことのコメントの方が多いのでね、まあ、それはちょっとこっちに置いといて、えー、竹胸、ね、24段を 占っていきたいと思います。はい、見ていきます。 いいね今日も3枚正位一ですよ <laughs> こういう展開ですはい、えー、竹もね第24弾、まあ、今回もね正位一で3枚で終わったんでいいですよねカード的にはまあ前回も確か3枚正位一で終わってたんじゃないかなって思うんですけど まあもちろんあの大きな変化はないのかなと思いながらも、まあ、この運命の輪があるっていうことは何かこうタイミングこう時間が動き出すのかなっていう気はするんですよね。まあ、そう読むのか、まあ、そもそもの運命の相手なのかっていうふうにね感じるところもやっぱりあるんですね。まあ、ただねこの節制とつるしこれもちろん正位置なんで全然問題じゃないんですよ。どちらも 忍耐というキーワードがあるんですよねうーんだからうーんまあ運命的な2人なんだけどやっぱりかなり耐えてるとこがあるのかなって思うんですよこの接戦に関してはお互いを支え合うっていうことそしてまあ,あの吊るしになると犠牲的な精神献身的な恋人っていうね そそししててあまりり行動ななないい周りの様子を伺うっていうねねんん感じなんですよ、ね、だから、まあ、やっぱりこのね2人の関係は運命的なものはあるんだろうけどまあとにかくちょっとまあ時間がかかるっていうねそういう風にも読み取れるかなと思いますね。うん、ただねなんかここのとここの節制とかつるしよく出てる気がするんですよね。 献身的的な恋人、犠牲的精神っていうね、お互いアウトホッとする関係性支え合う関係性っていうね、まあ、そういうのが出てくるのでなんか今はとにかく我慢していい時期が来るのを2人が待ってるっていうね、まあ、そういう感じかなっていう気がしますね。 まあ、特に今回はねこの1ヶ月広末涼子さんのこともあったしまあどちらもねもちろん目にも入り耳にも入っててなんかこうお互いこう心配してるところはあると思うんだけどそこをまあ支え合って今じっとこう我慢してる状態なのかなっていうそんな今日のカ,のカードかなと思いますね。まあ、前回も言いましたけど大きな進展は感じないけれど 今はそんなに行動するときじゃないっていうね、お互いがこう献身的に支え合う、そういう時間を今は過ごしてるんじゃないかなと思いますえ。毎回言ってますけど、あくまでもタロットです。これが事実ではありません。エンタメとして受け止めてください。ということで今日は竹むね第24弾をタロットで占ってみました。 チャンネル登録、グッドボタン、コメント、またリクエストがあればお寄せください。